遅い時間から何時くらいに来たんだ。11時ぐらいにね、海中道路来ました。そこでクーラーを呼んでかけてみます。24%になりました。ちょうど12時間か。あとでまたこの検証の話をしたいと思います。でちょっと移動します。ここの今日は駐車場で、街中の駐車場でね、車中泊しました。これからね、朝食、近くにね、とてもいい、人気のいいパン屋さんがあるので、そこに行ってきたいと思います。ここ入庫から24時間、900円でした。きつけないぐらい前引っ掛けてるからね。ここのね、蕎麦屋さん美味しいじゃん。人気よね。いつもなんだ。今日はトイレは東連プラザさんでお世話になりました。今ね、沖縄のパン屋さんでナンバーワンと言われてるところで、朝食を買っていきたいなと思います。超美味しそう。つなべるとも、タルティーヌとチビフランクと何とったの？スラベルトとスラベルト。あとは何だろう？あとチビフランク、クルミとレーズンとクリームチーズン。はい、朝ね、パン屋さん行ってパンを買ってきましたんで、セブンのホットコーヒーです。俺が選んだもの、これめっちゃ美味しそうでしょ。これね、これなんかツナとインゲンとか枝豆かな。枝豆とか、うん、これはコーンとソーセージ、ウインナー、ウインナーだ、ウインナーとソーセージ、知ってる？僕だったかな。豚の腸がやってるのと羊だったかなの腸でやってるのの名前が違うのよ。それだけでウインナーとか。とクリームチーズ、クルミパン。これはクリームチーズ、クルミ。これは普通のバケット。バケット。おいしい。うん、おいしい。うん、そんなもっちりでもっちり、めっちゃおいしい。ここはね、南城市にあります、大里城址公園です。これの向こう側に後で撮りたいと思うんですけど、パークゴルフがあったり、子供たちが遊ぶ遊具があったり、人気のエリアになってます。で、高台になってるのでこんな感じね、置いてます。で、眺めもこんな感じで、こっち側からはね、この丘の部分しか見えないんですけど、お、なんだ、あっちにある遊園地ホテルじゃん。遊園地ホテルが見える。はい、こういうポジションになります。で、その反対側からだと海が見えるエリアになる。こっちからもしかして見えるんじゃないか。あ、こっちから全部見えるな。ほら、ちょっとね、この辺あたり海が見えます。風強い。こういうところで今日は朝食を食べたいと思います。
思います。ここがこんな感じですね。グランドゴルフができるようになってます。時間があってトイレも綺麗ですよ。管理人もいて。だけど時間があるので夕方には門が閉まります。こんな感じですね。これが1ラウンド。500円か。500円ぐらいです。こんな感じ。あそこに遊具とかもあって、ちょっと雨降ってたのでお客さんいないかな。こんな感じです。日頃の運動不足解消にグランドゴルフをやってみたいと思います。大里ブスクだったっけのグランドゴルフです。じゃあ9名でいきたいと思います。一応ね、スリッパでダメなんだって。今日忘れちゃってごめん。お願いします。あっちゃあちゃ。